こんにちは、おでんです。今回は DLC の緑の仮面で新しく追加されました、第一世代のポケモンのロコンの色違い厳選について、動画を作成しております。では、どうぞ。ではロコンの厳選場所なんですけども、まず北上センターっていうところに飛んでもらって、北上センターからちょっと下の方に降りていただいて、だいたいここら辺の、崖のところで厳選していきます。ではそこまで飛びますね。はい、着きました。この場所ですね。ここの、崖のところでピクニックリセットを使って、ロコンの色違い厳選をしていきます。でピクニックのレシピですが、まず、赤パプリカを2個やります。で、その次は生ハムで、ピーマンスライスで、玉ねぎスライス1で、キーパプリカスライスを入れていきます。で、スパイスは、甘スパイス、スパスパイスか、スパスパイス、スパスパイスっていう組み合わせ以外なら何でも大丈夫です。今回は、苦スパイスとスパスパイスを入れて作っていきます。はい、これ完成しました。で、このレシピにより、炎タイプの、遭遇パワーレベル3と影パワーレベル3がつきます。で、周りに炎タイプがロコン以外湧かないので、ロコンだけを厳選することができます。で、この崖の上から、ホームボタンを使って、ズームで色違い厳選をしていきます。ロコンの色違いは、胴体がちょっと黄色っていう、変わった色をしているので、すごく分かりやすいです。で、こういう感じで、色違い厳選を、やっていきます。お、出ました、ロコンの色違い、胴体が黄色ですね。早速捕まえに行きましょう。かわいい。ラブボール捕まえるか。よし、可愛いロコン捕まえました。比較的すぐ出ましたね。はい、以上ロコンの色違い厳選の紹介でした。よろしければ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。また他のポケモンの色違い厳選の場所が分かりましたら、また動画上げさせてもらいます。ではおでんでした。